201型潜水艦は、ドイツ連邦海軍が運用していた、通常動力型潜水艦の艦級。第二次世界大戦後、初めて新規に建造された、艦級。東西ドイツ分裂下での西ドイツの主権回復と、再軍備に先立つ、軍備制限議定書に基づき課せられた、制限の範囲内で設計されたため、極めて小型の艦型である。第二次世界大戦後、 連合軍軍世紀においてドイツは一旦は非武装化された。しかし、冷戦構造の成立に伴い、1949年のドイツ連邦共和国建国後、1951年には連邦国境警備隊、1955年には連邦軍が設置され、翌1956年にはその海洋戦力として連邦海軍が県軍された。 県軍直後の1956年、西ドイツ海軍は最初の艦艇心臓計画を発表した。この計画には小型潜水艦12隻の建造が盛り込まれており、これによって建造されたのが本級である。計画はインジェニーエアコントリューベック設計事務所において1957年より着手され、1959年より実際の設計作業に入った。 西ドイツ海軍潜水艦の運用構想は北大西洋条約機構の一員としてソ連海軍の沿岸攻撃を阻止することが第一であった。したがって第二次世界大戦中のように遠くに敵を求める必要はなく行動範囲や兵装搭載量ははるかに少なくとも良いことになった。一方で沿岸での対戦戦や艦艇攻撃のために 水中高速性や音密性が要求されることになった。敵、アス W に対する非探知防止では、アクティブソナーに対するターゲットストレングス低減とともに、磁気探知機対策という観点からも、比較的小型の管型が採択された。また、マット対策のため、尖閣素材としては肘性功が採用された。構造様式は単角式とされているが、 体爆強度を得るため耐圧核の板圧を増しており、重量軽減のため耐圧横核壁はない。浸水事故に備えて、バラストタンク内には、ヒドラジンガスを急速に発生させる装置が設置された。また、指揮官についても、新機軸が導入された。第二次世界大戦世代の U ボートでは、ディーゼル直結推進方式による二軸推進が採用されていたのに対し、 技術発展を踏まえて、本型では、ディーゼル直流発電機2機と二重電機式の電動機によるディーゼルエレクトリック方式で一軸を駆動する構成が採用された。電池は三群構成とされた。なお、水中放射雑音低減のため、管内の機器類はすべて干渉装置を介して取り付けられている。八門の魚雷発射管を持つが管内に予備の魚雷を持たず、 打ち尽くせば帰還するようになっていた。また各発射管には機雷を2発ずつ搭載することもできた。上記の通り、本型は磁気探知機への対策として肘成功で建造されたが、これがあだになり、間もなく深刻な腐食の問題が発生した。このことから U4 以降は、防食のため溶融亜鉛メッキを施すなどの改良を施した発展型である205型に、 設計変更されることになり、本型として建造されたのは3隻のみで、これらも早期退役に追い込まれることとなった。なお、これらのうち U3 は1962年から1964年にかけてノルウェー海軍に対応された。ありがとうございます。